こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ、お金をね、稼ぎたいとか儲かりたい、儲けたいみたいな、そんなことを言ってるんですけど、そのね、お金をね、得ることで、ね、2つのね、言葉、まあ、もう稼ぎたい、稼ぐっていうね、儲けるっていう2つの言葉がね、あると思うんですけど、まあ、お金をね、稼ぎたい、儲けたいって言ってる割にね、その意味っていうのを ちゃんとね、自分は理解してるのかななんてちょっとね、思いまして、ちょっとね、自分もね、まだね、しっかり理解してないと思いまして、ちょっとね、その2つの言葉、ちょっとね、調べてみましたので、ちょっとその話をしようかななんて思います。まずね、まあ、稼ぐっていうね、言葉っていうのがね、自分のイメージ、まずね、自分のイメージなんですけど、汗水ね、垂らして、まあ、働いて得るお金、まあ、労働収入ですよね。そんなね、いふうな、ね、感じだと思ってました。それでね、儲けるっていうのはね、ギャンブルとかね、まあ、宝くじとかでね、まあ、予想外の利益ですよね。そういったものを得たものをね、まあ、儲ける、儲かる、儲かった、みたいな、そんなね、まあ、100円ね、まあ、落ちてる100円を拾って、やった稼いだって言わないですね。やった儲かったって、まあそれね、警察に本来はね、届けなきゃならないんですけど、だからね、なんとなくニュアンス的にはね、まあ稼ぐと儲かるっていうのはね、分かってるとは思うんですけど、実際にね、どんなものかちょっとね、調べてみたので、ちょっとね、ノートにまとめたんで、それね、読んでいきます。まず稼ぐっていうのはね、株やね、ギャンブルで得た時には、まあ、使われない。でもね、その場合でも継続的にお金を得た時、まあ、地道にね、利益を得ている時には稼ぎをね、使っても間違いではないっていうことを、まあ、コツコツね、まあ、貯めていく、まあ、なんかね、コツコツなんか知らないうちに貯まっていくような、そんなものをね、稼ぐって言ってね、もう、まあ、間違いがないっていうことです。はい、それでね、他にもね、稼ぐっていう言葉4つのね、使い方があるっていうことで、まずね、試合とかでね、得点を稼ぐってよく言いますよね。まあ、これもね、まあ、得点を上げることをね、稼ぐって言ったりします。あとね、自分の立場が有利になるようにな行動、例えばなんですけど、社長とかね、を持ち上げて、まあ、点数を稼ぐみたいな、そんなね、使い方もします。あとね、時間ですよね。時間を稼ぐっていうね、そんな使い方もあったりとか、あとね、今あまり使われてないそうなんですが、何かをね、探し求めることもね、稼ぐっていうようなね、まあ、意味がね、あるそうっていうことで、まあ、稼ぐっていうね、字自体はね、糸をね、こう紡いだ糸を巻き取る道具ってあるんですが、それはね、枷っていうね、道具らしいんですけど、それがね、その枷からできている説がね、有力だっていうことで、まあこれね、はっきりはね、しないとは思うんですけど、まあそれがね、有力で、まあ糸を巻き取る作業、こういうふうにね、まあ、回す、これをね、巻き取る作業をね、稼ぐっていうことからね、呼ばれており、まあ、糸をね、巻き取る、なんかコツコツとね、こうずっとね、こうやっている、なんか流れ作業的な、そんなね、ことのね、様をね、言うっていうことなんですが、まあ、稼ぐっていうのはね、なんかね、こう、やっぱりその糸を巻き取るね、その枷から来ているように、なんかこう、コツコツね、働いてお金をね、得ることを稼ぐっていうそうです。それで儲ける、今度儲けるのね、話をするんですが、まあ予想外のね、利益を出たり、うまく利益を得たりすることを表すっていうことで、これもね、儲けるっていうのもね、3つのね、また別のね、使い方があるそうで、例えばなんですけど、まあ、これよく言うんですけど、子供を得ること、子供を儲けるって言いますよね。儲かる、子供が儲かったとかね、そんな使い方しますよね。あとね、ちょっとね、この辺は自分もね、こんな初耳だなって感じなんですけど、まあ、夫や妻や義理の親を持つという表現もね、あるそうなんですが、これ家庭を持つとか家族を持つ、儲けるっていう、そういった意味なのかななんて、そんな風にもね、思いました。あとね、まあほとんどね、使わないと思うんですけど、まあ病気にかかることもね、儲けるっていうね、意味合いがあるそうなんですよね。それで、よくね、自分もね、以前ね、動画で話したことあるんですけど、儲かるっていう字をね、崩すと、まあ、信じるものみたいな、そんなね、感じで、信者っていう感じで、まあね、まあ、誰かをね、騙すわけではないんですけど、そういう、こう、自分をね、信用させて、まあ、お金をね、得る、みたいなね、そんなようなことをね、まあ、言われたりしてますし、自分はね、信じるもの、信じる
ものじゃなくて信じられるものが儲かるっていう風にね、その動画ではね説明はしたんですけど、まあこれね結局はね、まあ漢字の成り立ちからいくとね、後付けで、まあ信じるとものっていう風にね分けたんですけど、本来はね人弁の人弁と書っていう字ですよね、もろっていう字、それがね分けて人ともろからできているっていうことで、まあ人はね人弁分かると思うんですけど、もろっていうのはね儲けるっていうね、設置するのね、設のね儲けるっていう意味がねあり、まあ緊急事態に備えて何かをね蓄えていくっていうニュアンスをね持っているそうです。それがね転じてね、まあ結局はねお金を得ることがねもろっていう字で、それでね人弁をそれにつけると、まあ余分にお金を得ている人っていうようなね、そんな意味もねあるっていうことで、まあ結局はね蓄えている、まあ儲けるっていうのはね蓄えみたいな、そんなね貯蓄の貯っていう字をね使って、もうそれでね貯める人っていうようなね、そんな意味合いもあるそうです。まあ別にね稼いでそのね稼いだお金をこうなんかね投資とかにして、それでねそのお金が稼いでくれる、それがね自分にとっては儲かるっていうようなね、そんなねニュアンスなのかな、そんな意味なのかな、なんてそんなこともね思ったりしました。はい、皆さんね稼ぐと儲けるの意味、ちょっとね自分がね調べたものがね全てではないかもしれないんですけど、なんかねそれをね考えればちょっとねお金をね稼ぐ方法とか儲ける方法っていうのはね、なんかねまずはね自分のこのね今回ね学んだことで思うのは、やっぱりね自分がまずはね汗水一生懸命流して働いて、それでねその稼いだお金で、またね何かに投資して儲ける、まあそんなことにねこうつなげていきたいな、なんてそんなこともね思いました。はい、皆さんね今回稼ぐと儲ける、ちょっとねお金をね得たいというならこのね言葉ちょっとはね理解してくれればなぁ、なんてそんなこともね思いまして、自分もねちょっとね理解ちょっとできてなかったなぁ、なんてそんなこともありましたので、ちょっとねこの辺をちょっと学んで話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。